燃料が生み出すエネルギーの約 30% しか使うことができていません。夏場は燃料の燃焼効率を徹底的に改善し、理想の燃焼を追求しています。エンジンに加えて、ボディ、車種、トランスミッションの作りまで、車作りの全てをゼロから見直しました。生まれたのは、環境性能も、安全性能も、そしてドライバーをワクワクさせるような走りも、何一つ諦めない車。世界の自動車会社が諦めていた車が、未来へと走り続けます。歩道デザイン。車の形をデザインするときに使われる工業用の粘土、クレイ。マツダではこのクレイを一般的な量の数倍も使い、デザインを突き詰めていきます。人の手でしか生み出せない形を大切にするために、クレイモデルを制作するモデラーという職人が一人が100種類以上の道具を使い分け、他の誰にも作れない理想の形を紡ぎ出していく。歩道デザインの特徴である生き物が動き出す一瞬の強さや美しさ、みなぎる生命感は 0.1 ミリにも妥協しないこだわりから離れているのです。